それでは、ドラゴンクエスト11、やっていこう。張り切っていくじゃん。なにこの玉みたいなやつ。 MP が全然ない。そうやった。はぁ、お前ふざけんなよ、さっきからさ。お前しょうもない、お前マジで。何してくれてんの、さっきからお前。マジこいつしょうもない、本気で。あいつさっきからいろんなやつに魅了されすぎたこじゃない。いただくじゃん。なるわよ。もう何の踊りしてるべくなんだくれんぞ。もう頼むよ。アンデルフォン、アソーレ。アンデルフォンじゃないんだよ。うるせえべこだな、こいつ。もう一つ、ソーレット。黙りなさい。ヨットナ。黙りなさい、グレーグ。ほい。なんだよ、こいつ。うるせえべこだし。もういい、グレーグはもう、邪魔。一生の不覚。お前ほんとにしょうがない。お前のこと嫌いになりそうってこんなんだけど、クレイグ。あソーリ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 。人のこと言えなくなっちゃったじゃん。あ、帰った、こいつ。やっと帰ったの、こいつ、マジで。ねえ、見て、お願い、全員取らないで。ほれ、なんだこれは。体がおじいちゃん。ほいがほい。この動きはまさかバンデルフォン。うるせえな、お前はグレーグ、さっきから。そんなバカな。黙っとけてくれよ、お前はさっきから使えないやつばかやりやがって。よっ、いいわ。ぶっ飛び。ベニーさん、こいつやっちゃっていいですよ。別に気にしないんで、もうペコーラは。あの、別に全然いいですよ。あげます、あげます。攻撃しよう、攻撃。いや、マジお前帰ったらお仕置きだからね、マジで。お願い、ペコーラ決めちゃって。あいつ、よくハマった。やったわ。危なかった、危なかった。もうダメだ、体中が痛くて力がうまくコントロールできないじゃん。消えざれ、ペコ。そんなダンス好きだったら。おお、戻ってきてる。え、マルティナ、お前バニー、バニーサツどうした。どうしたのかしら。ここは一体。すげえエロい女になってたよ。まあ、あなたは。隣にいるのはグレイグ。あなたたち、どうしてここに。おじいちゃんとシルビアにもちょっと気づいてあげてくれ。はあ、あれ、なんか喋りなくなったかな。どうじて僕人がこんな目に遭うんだ。僕人はこの楽園で一番偉くて強い王様なんだぞ。おめえは強くねえ、ペコだよ。あの魔物は。ボギこわ、マルティナ。今までのこと全て思い出したわ、妖魔軍王ブギーさん。今までよくも好き放題してくれたわね。え、怖っ。ブギー、ああ怖い。え、どういうこと。100万倍にして返してあげるわ。何、どういうこと。すげえ、操られた時と同じような。あ、キチラ。オケグリーンオーブン。すごい、自分で使えるようになったってことべこなの。それが姫様、今のは
魔物になっていたせいかしら。私、新しい力に目覚めたみたい。スケペコだね。今ならどんな強敵でも蹴り倒せそうだわ。勝手に魔物モードになれるってことペコなの？デビルモード。あらまあ、そんななんかハレンチな。ご心配おかけしました。いいんじゃマルティナよ、お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。姫様、今までの非礼な振る舞いどうかお許しください。私は今勇者に命を預ける身、打倒ウルノーガの信念を貫き通すまでこのグレイグ皆の盾となりましょう。頼むぞ。何よそのつまんない挨拶。え、これ以上私を退屈させるならきついお仕置きしてあげましょうか。待って、マルティナの線ってこっちなの？もしかしてなんてね。冗談よ冗談。待って、冗談って言ったけど絶対こっちの素でしょ。頼りにするわ。 S じゃねえのマルティナさん。これからもよろしくね。しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。これあなたに渡しておくわ。あれ、マーメイドハープ。世界各地を旅してる時にそのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。 ありがとう。戻れるのかな。もう分かってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば船で行けなかった場所にも行けるはずよ。わしゃ海底。そこで残りの仲間を探しましょう。海底に行けるって。魔王ウルノーガを倒して世界に平和を取り戻すために。オーケーマルティナキティナー。タラリラタナー。でもどうなってんだろ海底王国。え、は、ふざけんなペグラ。返せよさすがに。それはずないよ。いやもう俺切れたわ完全にペコーラ。マジでもうグレイグお前さっきの戦いペコーラ録画したからマジ全国民に見せるからね。あ、てかハーフリーいるかな。ハーフリーさんに会ってから帰るか一回。ハーフリーいる。あれ、おいハーフリーいるか。久しぶり顔見せなよ。あれ、あいつどこにいんの。あいつもしかしてカジノに行ってるわけじゃないよね。ハーフリーカジノにいる。え、マジで。あいつ遊んでんの。いた。てめえお前子供たち何やってんの。ダメでしょあんた。気がついたらガレムスも倒れてるし、なんか妙にすっきり。あ、今思い出した感じなのか。あ、なるほどな。あ、みんなじゃあ戻ったの。おい、いいのかお前。お前ダメでしょ。ダメだ。僕には刺激が強すぎる。バニーさんたちを見ることができない。それに比べた師匠様はいつも通り平常心を。まで師匠どこにいるの。いいんですか。煩悩まみれですけど修行してるんじゃないですか。ズルが言っちゃいますよ散歩に。キャージ様素敵。散歩に聞かれたお前すぐペコーラ戻ってあっちに。よし、今週の目標が決まったな。今週の目標が決まった。やることが決まりました。今回はたくさん稼がなきゃいけないね。次回ウサダペコラスロットじゃねえや、ルーレットでジャックポットを当てるのまき。もう3000円は先にちょっと買えた。ごめんね、ちょっとごめん待ってて。ごめんね、ごめんペコな。ちょっとペコーラはさ世界をさちょっと救いに行くから集まんね。また平日来るから。ちょっと待ってて。仮パクはやめてあげてください。ね、まずその 3000G を使ってルーレット代だよね。それはルーレット代ペコじゃん。 3000G はそりゃさお願いされたら
せたらいいペコだけど、ジャックポットがあるペコだから、そりゃね、いや子供とってこれはちゃんと大人のルールをさ教えてあげるべきなんだよ。子供だからって優しくするのはノンノンノンよ、あんたたち。そりゃちゃんと教えなきゃいけないよ、大人のルールって。もう今から学べることに感謝だよ。むしろなかなか教えてくれないからね、大人は子供に危ないからダメよって言って。ペコラむしろ優しさだよな、これ。鬼悪魔の顔、鬼なんとでも言え。あんたたちのその優しさがいずれ子供たちがさね、失敗しちゃう時があるかもしれない。まあ、失敗することは悪いことじゃないペコだけど、先にね辛さを教えてあげるペコなんだよ。俺はペコはすげえご機嫌。いい潮風だわ。さあここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。すげえご機嫌じゃん。誰かいるよ。戦争の方から音がしたようだけど何かしら。悪いけどちょっと様子を見てきてちょうだい。ね、誰、どうか丸でも今の汚い色してたけど待って、この格好ちょっと待って、嘘でしょ。助かった。ちょっと待って、こんにちは、ジメルペコじゃん。あんたこんなところで出会って、どういうことだよ。みんなも連れてきたわよ。そんなに来るじゃん。で、カミューちゃん、すげえ、こんなすんなに元通りなんの。おお、カミューよ、やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。あんた偉いね、ちゃんと船にいたの。さすがカミューちゃん。でも本当に良かったわ。ねえ。ねえ、よかったよ。すげえ驚いてるけど。許してください。俺もう3日ものマスクワスで、この船に食べ物が積まれるのが見えて、それでつい敵心で。やっぱり記憶なくしてね、確実に。カミちゃん、やめてよ、そんな弱々しいカミ見たくないよ。カミではないのか。あの俺の名前は多分カミで合ってますけど、でもどうしてそれを。あなたたちもしかして俺のこと何か知ってるんですか。やめてよ、もうそんな弱々しいカミ。まさか記憶を失っておるのか。俺昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界はひどいありさまだし、本当訳が分からなくて。ペコラたちの思い出消されたもん。自分の名前と何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような、それくらいしか。あんたどんだけ汚ねえ項目言い方だね。あんた頼めるきりないですけど、もし俺のこと知ってるならあなたたちに同行させてくれませんか。全然いいってことで嬉しいけど。特にあなたといえば何か思い出せそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。何でも、うん、確かにわしらと行動を共にすればいずれ記憶も蘇るかもしれんの。いずれ思い出すかもしれないし、それに今のカミちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うの。ねえ、連れて行きましょう。いやもう連れて行くに決まってんでしょ。当たり前ペコちゃん、誰が放にほっぽり出すって言ったんだ、バカ。誰が。ありがとうございます。俺邪魔にならないよ、頑張ります。いいってことよ、カミ。あんたは必要だから、ペコーラたちの仲間なんだから。じゃ掃除ぐらいはそこしといてほしいペコだけど、ちょっと前みたいなああいう感じに戻んねえかな。頭さ叩けばなんとかなんだりしない、こういう記憶喪失って。なんだかムズムズするわ。ベロニカちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。確かにめちゃくそ煽りそう。
わあ。これだな。あれ、大きなナイフしかねえの？え？あんたどこに捨てたの、マジで。ダメっしょそれ、あっちゃん。え、どこに捨てたの、マジで。嘘じゃん。ペコーラがあげたやつは？スキル見てあげて、スキル。いや、120って。溶岩？何これ？何よこれ。前はこんなのなかったはずだわ。これじゃあこの先に行けないわね。困ったの。この先には魔王討伐の手がかりが眠る聖地ラムダがあるというのに。おお、そうじゃ。海にそびえる光の柱がクレイモランの北にあったはずじゃ。北ね、そこからクレイモランの入り江に行けないか試してみるのも良いかもしれんぞ。何か道が開けるかもしれぬからな。いいね、はい。じゃあ北行こう。北に行って光の車ね。大丈夫か、カミ、お前どうすれば記憶戻んだろう。ホープじゃなくてハープだっけ、あれ弾くんじゃねえの。天気悪い。匂う、匂う、命の匂いだ。ちょっと待って。お。ああ、もうこいつやめて、ペコーラまた落とされちゃうじゃん。この海にまだ命があったか。ねえ、また落とされる、ペコーラだけ。おや、貴様は。確か前に取り逃がしたやつか。いや違います。まあよい。魔王様のためこの海には命一つ残さぬ。待って、そしたら海底はボコボコなんじゃないの。海の底に沈むがよい。逃げよう、みんな逃げる準備して。嘘でしょ、戦わないよね、さすがに。うわぁ、まずいぞ。わしのグランドクロスも効かぬやつに一体どうやって攻撃すれば。逃げよ、逃げよ、ペコだ。すぐにハープ引いて、プン。あ、なんだっけ、勇気を胸に、イカズチを手にみたいな。その光は。そうじゃ、勇者の力。あったよね。うわあ、最強。なんだこれは。勇者に立てつくんじゃないよ。なんかカエルなのかワニなのかわかんないバカが。でかしたぞい。攻撃を弾く術さえ解けてしまえばこんなやつ恐るるに足らんわ。ちっちゃすげえペコだな。反撃開始じゃ。みんな勇者の後に続け。え、倒さないよね。こしゃくのやつめ、よくもやりよったな。海の藻くずにしてくれるわ。